グローバルボーイズグループドックスティーン、ディエックスティーンの谷口太一が18日、グループの X、旧ツイッターを更新。ゼロバセオネ、ゼロベースワンのキムテレとの2ショットを公開し、注目を集めている。谷口太一、キムテレとは同門12日に更新された TikTok では、ゼロバセオネからジャンハオ、ソンハンビン、テレ、ドックスティーンから大久保春、谷口、福田あゆたの6人が登場し、ドックスティーンの夏らしい楽曲、ライブ、でコラボダンス。谷口がテレと友人関係だったことを明かし、大きく話題を集めていた。今回谷口は、この際に撮影したというテレとの2ショットを公開、テレと練習生の時に同じ事務所で一緒に頑張ってた友達やったからこうしてお互いデビューして会えるのが嬉しかった、と元々テレが所属している韓国の事務所、ワケオネで共に練習生生活を送っていた仲だったことも明かしていた。